おはようございます。ガレージライフのお時間です。さあ今回のジムニーレストアは原下の塗装アンダーコートを入れていきたいと思います。いや雪道を走るとエンカルの影響で下回りサビサビになっちゃうじゃないですか。だから今回の動画はジムニーにアンダーコートを入れて最強の下回りにしていきたいと思います。今ちょうどよくミッションとかマフラーが外れてるんで作業をやるんだったらもうベストなタイミングだと思います。使う材料は1年の塩害ガード、あとノックスドールの750、900、1600、まあこれを必要なところに使い分けしながら作業を進めていきたいと思います。そしたらまずは下地処理からやっていきましょう。このままアンダーコート入れたとしても将来的にすぐ剥がれてきてしまうのでワイヤーブラシ、はい、これでサビとか浮いてる塗料とかをしっかり落としていきます。ミッションオイルとかあとペラ社のグリスとかが下回り飛び散っちゃってるんでパーツクリーナーできれいに落として、油分をしっかり除去しておきましょう。それでは作業をやっていきましょう。サビ落とし終了です。全身粉まみれ、ひどい。これである程度目立ったひどいサビは落とし終わったんでこれから掃除をしていきましょう。高圧洗浄機、これで、今落としたサビの粉とかあと泥汚れとかこれを徹底的に洗い流していきたいと思います。ただし今ミッションが外れてるので室内とかあとクラッチとかに水がかからないようにそこだけ養生はしっかりやっておきます。さあこれからマスキングをやっていきましょう。ボディに塗料が飛び散らないようにするのはもちろんなんですが今回腹下と足回りと2種類アンダーコートを使い分けしようと思ってるんでちょっと変わった貼り方やっていきましょう。とりあえずまあボディは普通にいつも通りこの際のところでテープ決めてフロア塗った後に足回り立て続けにマスキング剥がして塗ってしまいたいので後で剥がせるようにしておきます。まあそんな感じでマスキングやっていこうと思います。でもってこれからやっていく作業は下回りの脱脂をしてアンダーコートでサビを封じる前にシーラー入れていきましょう。シーカフレックス、こいつを入れていきます。このフェンダーの合わせ目とかあとフロアの合わせ目とかそういったところにシーラー入れてからアンダーコートを入れていきます。
手がベタベタ。カメラ触りたくない。さあ、大変長らくお待たせいたしました。シーラーも入れ終わったんで、アンダーコートを入れていきましょう。作業のやり方を簡単に説明すると、まずは750ノックスドール750、フレームの内側塗りにくいところはこういうロングノズル、これを使ってしっかり内側まで錆止めの処理をやっていきましょう。そして750を拭き終わったら、次は900、これを入れていきます。このガンで塗るタイプ、これで塗れないような細かいところ、そういうところをね、これで塗っていきます。そして最後の仕上げに1600、こいつを入れていきましょう。これはこのガンを装着して、ここにブスッと、こんな感じでガンを装着して、もう広い面積ブワーッと、もうブワーッと一気に厚塗りしていきましょう。もうバカじゃないのっていうぐらい厚塗りして平気な塗料なんで、もうエンカルの影響とかが出ないように徹底的に膜厚作って塗っていきましょう。そしてノックスドール、もう乾かずにね、ずっとベタベタの続く塗料なんで、このつなぎとあとマスクと使い捨てになると思います。まあゴーグルはシンナーで拭けば再使用できるかな。うん、で下回り寝っ転がって作業するんで、しっかりとね、防護をして作業していきたいと思います。本当服とかにつくとね、塗料落ちないんですよ。そして現在の今の気温33度です。くそ暑い。熱中症にだけは気をつけて作業やっていきましょう。大惨事。ノックスドールはこれどんなに乾燥させても、このベタベタがずっと継続します。だから足回りに入れなかったんです。そう、整備する時とかいちいちこう触るたびにね、手がベタベタするのもう嫌じゃないですか。足回りに塗るのはこれ、円蓋ガード、これベタベタしないアンダーコート、これを足回りとか、あとデフのケースとか、基本的に整備で触りそうな場所に使っていきましょう。とりあえずマスキング剥がして、あとこの下のベタベタなやつ一回掃除してから、作業を進めていきます。よっしゃ、そしたら最後にブレーキとハブを塗っていきましょう。ブレーキって想像以上にこの発熱がすごいので、キャリパーとかあとハブとか塗装するときはちゃんと耐熱スプレーを使用して塗装していきます。普通の塗料で塗ってしまうと熱が入ったときに塗料がめくれて剥がれてきちゃうので、そこだけ注意するようにしましょう。そしてリアのブレーキドラムところが錆がひどかったので、はい、転換剤、これを入れてから塗装していきたいと思います。
でもってキャリパー塗装するときは分解せずにこの組み付けたまま塗装していくんで、余計なところに塗料入らないように筆で塗っていこうと思います。さあこんな感じで足回り、そしてアンダーコートの塗装が終了しました。一応ハブは耐熱塗料で塗ってるんで、赤外線で熱入れて後でタイヤの組み付けをやっていきたいと思います。よっしゃ、そしたら次回は、オイル漏れしてたトランスファーとミッションのオイルシールの交換やっていきましょう。そしてボディに組み付けして、タイヤとかドアハンドルの組み付けもやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。新着動画見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回もご覧ください。バーイ。